マダム・アデラ・イドの植物がルイーズ・マリー・アデラ・イド、ウジェニー・トルレアンは、ブルボン朝、7月王政時代のフランスの王族。オルレアン公・ルイ・フィリップ2世とルイーズ・マリー・アデラ・イド・ド・ブルボンの間の娘。フランス王、ルイ・フィリップの妹で、7月王政期にはマダム、アデラ・イドと呼ばれた。出生時は、シャルトルレ城と呼ばれたが、1782年に、双子の姉の死により、 オルレアン霊場の儀礼称号を引き継ぎ、翌1783年からは、オルレアン公爵家の一人娘として、マドモアゼルと称された。フランス革命勃発後、1792年に、養育係のジャンリス夫人と共に、ベルギーに逃れ、その後は、スイスの女子修道院に匿まわれた。1794年に、ギリノーバのコンティコーヒー、マリー・フォルテュネのもとに移り、 さらに、バイエルン、ブラチスラバを転々とした末、ようやく1801年に、スペインに亡命していた母と合流した。1814年に、パリに戻り、パレロワイアルでサロンを主催して、自由主義派から、兄、ルイ・フィリップへの支持を集めるために奔走した。ルイ・フィリップが1830年に7月革命で、フランス王位についた後は、マダム・アデライドと呼ばれるようになった。 彼女は常に兄に忠実な助言役で、ルイ・フィリップにとっては、エゲリアのような存在であった。7月革命では兄に応意を受ける、よう知った激励したと言われ、その政治的影響力はなくなるまで衰えることはなかった。また贅沢を好まず、質素に暮らしたという。1847年12月31日、パリのチュイルリー宮殿で死去。当時、 貴族院議員として、チュイルリーグルに弔問しに行ったビクトル・ユーゴーは、妹の死により呆然自失したルイ・フィリップの姿を見て、彼のすすり泣きが、霊魂の底から出ているのを感じたと回想した。遺体は、オルレアン家の墓所であるドルーの三類王室、礼霊拝堂に葬られた。2ヶ月後に起きた2月革命に伴いルイ・フィリップは、没落する。有名な植物画家、 ピエール・ジョゼフル・ドゥーテから絵画の訓練を受け植物画家としても評価されている。ありがとうございます。